穴倉です。人間はみんな弱いものを持ってるんですね。大手 YouTuber ですが、なんか健康診断かなんかで再検査の必要があったと。それで、その再検査って言われた時点から、その検査するまでの心理状態なんですが、どん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 不安に思っていく過程がね、 見れたんですね。じゃあ、例えば、どこどこにポリープがあると。そしたら、その、個人個人で、ものの捉え方と反応が違うじゃないですか。まあ、普通、まあ、ポリープを例にとると、まあ、不安に思いますよね。まあ、でも、行ってみなきゃわからないっていう、ように考える人もいるわけじゃないですか。ですが、もうその再検査って言われた途端から、結果が出るまで、 ドキドキする人もいますよね。これに、認知なんですよね。であと、性格にもよるんですね。自分の場合は、まあ、今、病気ですから、不安で不安で仕方ないっていうレベルではないですが、健常者よりは、不安によるストレスは大きいですね。で、見ててね、その人、まあ、そういうタイプにはちょっと見えなかったんですが、まあ、普通の感じの人ですよね。 意外っちゃ意外には見えたんですね。これ不安神経症のそういう風な落ちることと同じじゃないかと思いましてね。まあですからね、人によってこの不安神経症とかなりやすいタイプはあるのかなとちょっと思いますね。まあいろいろね、こういう傾向の人がこういうふうになるとか、そういうのはね、自分はあまり入り込まないタイプなんですよ。まあぶっちゃけ自律神経失調症でも、パニック障害でも誰でもなんじゃないですか。 傾向があるかもしれないけど、ね、ストレスが溜まって、心臓の動機なんか来て、まあ、どんな性格の一人でもなるわけじゃないですか。まあそういう意味でね、あの、あまりそういうのに極端な、こういう傾向の人はこういう風になるんじゃないかとか、そういうのはね、あまり持たない主義なんですね。まあですけどね、その YouTuber 見てて意外だったんですね。ああ、こういうタイプの性格かって感じでね。そしてもう一人ね、 あの中堅どころの YouTuber ですね。頭いい人ですね。その人のライブちょっと何日か前に聞いてて、まあ、たまたまね。そしたら、カフェインをね、飲むと、あの、動機がするっていう体質らしくて、まあそういう人いますよね。カフェインってあの、みんながみんな普通に飲めるわけじゃないですから、まあその人もね、その若い自分に飲んだらね、あの、動機がしたって言うんですね。それ以来ね、飲まないらしいですね。だから、 体質に合わないタイプなんですね。ほんとね、賢い人で、まあ、まあ、意外っつうか、あ、そうなんだと思いましてね。ですから、例えば、まあ、これから人生生きて、ストレス抱えて、まあ、カフェインなんかね、普通に少し弱いぐらいの体質であったら、何年か経って、年追うごとにね、それを蓄積されてね、ある時、発作になって、 パニションなる可能性だって、ある体質なんだなと思い,思いましてね。そんなことをね。あこれやっぱりパ、あのー、カフェインは、まあ、誰でも危険っちゃ危険が潜んでるなと。まあそんなことでね、その大手のユーチューバーとね、その中堅どころ二人ともバリバリですよ。そういう人たちがね、そういうものを持ってるんだなと思ってね。まあ自律神経とかね、 神経症に繋がるもんがあるんでね。それとですね、例の感染症のやつで、東京都町田市のとある病院、内科と精神科みたいですけどね、そこで100人以上のクラスターが発生したっていう話でね、まあ実はね、そこね、以前ね、あのウォーキング、まあ昼も夜もですけど、あちこちしてるじゃないですか。ほんとね、広い範囲なんですよ。 そのウォーキングするポイントっていうのは。ほんで、たまたまね、そこの病院の近くもね、ウォーキングのエリアだった時があって、えー、夜も昼も行ってね、夜行った時はまあ昼もそうですけど、とにかく建物が古くてね、まあ漫画に出てきそうな精神病院チックなとこなんですよね。で、鉄格子があって、もう昭和の初期じゃないかっていうぐらいの建物の雰囲気で、まあ、テレビで映ってるとね、ちょっと映像が綺麗に撮れるせいか、 綺麗に映りますけど、まあ住宅街の一角にあるんですね。ああ、ここでクラスターが発生したんだと思いましてね。そんな大きな病院じゃないんですけど。まあ従業員含めて100人超えですよね。外だけでも塗り替えたらいいんじゃないか？っていうような雰囲気を醸し出している病院なんですよね。自分はね。あのそういうのは全然何とも。まあ古いだけ古いなって感じのしか思わないですけど、ちょっと怖がりの人が見たら。 ちょっと不気味だなぁと思う雰囲気満々ですよ。まあとりあえずね、発表では院内だけっていうことらしいんですけどね。まあどこにでもね、感染のリスクはありますんでね。で、今日はですね、昨日、今日あったかくなきゃいいなって話してましたけど、18度まで上がったのかな昨日は10度以下ですから、昨日、一昨日と同じぐらいですかね。今日は急激に、まあ上がったわけですけど、 そんなに体調が崩れませんでしたね。どうかなと思ったんですけど、頭痛とか。今日は大丈夫でしたね。まあそんなことでね、今日もね、散歩して過ごしたって感じですね。ありがとうございました。穴倉でした。